あいつ丸々激しすぎてマジ無理。モデル、タレントとして活躍している押切もえさんとプロ野球選手だった野間口貴彦さんは交際していました。しかし破局し、現在は違う方と結婚しているようですね。今回はそんな押切もえさんと野間口貴彦さんの破局理由やその後の様子などをご紹介しましょう。破局理由1、生活のすれ違いにより破局。押切もえさんといえば高校時代からモデル活動を始め、女子高生のカリスマと呼ばれるほどの人気モデルでしたよね。その後もステップアップし、いろいろな雑誌の専属モデルなどを務めていました。またモデルだけでなく小説家や衣類のプロデュース業などもしているほど多才を発揮しています。そんな押切もえさんと交際していたのが野間口貴彦さんということですが、野間口さんは読売ジャイアンツの投手でした。でも交際発覚時の2015年頃はそれほど活躍しておらず、1軍と2軍を行ったり来たりしてるぐらいでしたけどね。格差がある交際とも言われていましたが、2人はとても仲が良くて結婚間近とまで言われていましたが、2009年に破局しています。その破局理由ですが、一つには生活のすれ違いがあったと言われています。プロ野球選手というのは地方巡業が多く、なかなか生活リズムが合わなかったということです。押切もえさんも人気モデルでしたし、仕事でいろいろと忙しかったというのもあるでしょうけどね。二人きりの時間が作れなかったから破局につながったということで、その破局理由も納得はしますよね。破局理由に、性の不一致が原因。押切もえさんと野間口貴彦さんの破局理由ですが、性の不一致が原因という噂もあります。実は野間口さんですがド S ということで、押切もえさんは結構痛い目に遭っているということ。と言っても SM 好きというわけではなく、バイオレンス的夜の営みだったということですよ。勢力が強かったらしく、1日に7から8回も迫られたことがあったそうです。さすがにそれだけの相手をするのはしんどいですよね。いくら好きな相手とはいえ、それほど夜の営みばかりしていられないでしょう。押切もえさんは知人に、私には彼はすごすぎて無理と話していたそうですよ。確かにモデルとして活躍していた押切もえさんですし、体にあざとかあったらまずいですよね。そういうことがあり破局になったとも言われています。お互い納得の上の夜の営みならいいですが、野間口さんだけが楽しんでいるのならダメですよね。破局理由3、お互いの格差による破局。押切もえさんは当時人気のモデルで大活躍していましたよね。対する野間口さんはプロ野球選手とはいえ活躍しているとは言えない状況でした。野間口さんは当時先発ローテーションに入るか入らないかのギリギリのところで頑張っている状態でしたからね。つまり2人には格差があったということです。格差っていうとあまりいい表現ではありませんけど、事実ではありますよね。というか男性の方が活躍していて、女性の方がそれなりっていう方が恋愛の時はうまくいく気がします。男性のプライドっていうのがあるでしょうし、女性の方が稼ぎがいいとうまくいかないっていうのはありますよね。野間口さん的には引け目に感じちゃいますし、難しいところです。野間口さんもプライドがあるでしょうし、いつまでも成績が上がらない自分が悔しかったのかもしれません。野間口さんがプロ野球選手として活躍していれば、破局という結果にはならなかった可能性もあります。野間口さんの方が知名度的には低かったと思いますし、やっぱり男として悔しかったのではないでしょうか。そんなことでプライドが傷ついて野間口さんが別れを切り出した可能性もありますよね。破局理由4、押切もえが野間口貴彦に見切りをつけた。次の破局理由ですが、押切もえさんの方が野間口貴彦さんに別れを告げたということです。その理由は、いつまでもプロ野球選手として成功しない、活躍しない野間口さんに愛想を尽かしたっていうことですね。愛想を尽かしたっていう言い方も悪いですが、成績が上がらない野間口さんに見切りをつけたという可能性もあります。押切もえさんとしては野間口さんにはもっと活躍してほしかったという気持ちもあったんでしょうけどね。願いが叶わず別れを切り出したということですね。とはいえ勝手な推測なので何とも言えませんけど、そんな破局理由もあるかもしれません。破局理由5、結婚観の違いによる破局。押切もえさんと野間口貴彦さんの破局理由ですが、結婚観の違いによる破局という理由も考えられます。お二人は4年も交際していたわけですし、最終的には結婚というゴールがあったと思うんですよね。しかし4年付き合った結果、
結婚に対してのズレがあったというのが分かったということでしょう。二人ともが結婚について気持ちが高ぶっていたのなら良いですが、どちらかが結婚したくないと思っていれば結婚できませんからね。二人の場合、どっちがどっちというのは分かりませんが、結婚に前向きじゃなかったというのもあるでしょう。それこそ押切萌さんが人気モデルということで結婚したくなかったのかもしれませんし、野間口さんも結婚するならプロ野球選手として一人前になり活躍してからと思っていたのかもしれません。いずれにせよ結婚できないと分かった時点で破局したという可能性もありますね。まとめ、押切萌さんと野間口孝彦さんの破局理由についていろいろと推測してご紹介しました。野間口さんがド S で夜の営みが激しかったから別れたという理由による性の不一致、そして多忙によるすれ違いや格差などいろいろな理由があったのかもしれません。そしてその後の2人ですが、押切萌さんはプロ野球選手の涌井秀明選手と2016年に結婚されました。野間口さんと同じプロ野球選手ってことでびっくりしましたけどね。野球選手が好きだったんでしょうか。2018年3月に男児を出産していますね。そして2021年7月には女児が誕生していますので、今は4人家族ということになります。というか2人の子供のママってことで、今は子育てがとても忙しいのではないでしょうか。モデル業やタレント業は子育てが一段落した後に復活するでしょう。一方の野間口孝彦さんですが、押切萌さんと別れた後も活躍はできず怪我などもあり、2015年に現役を引退しています。2016年には巨人の球団職員として編成本部に配属されていますね。2020年には巨人の裏方を退団し、2021年には新潟アルビレックスベースボールクラブの強化アドバイザー兼投手コーチに就任されていますね。ということで野球に関わった仕事をしているということです。またプライベートでは2011年にモデルの佐藤ゆりあさんと結婚されていますよ。こちらもモデルの押切萌さんと別れた後もモデルと交際していたってことで、なんか引きずっているんでしょうか。野間口さんも子供がおり、2012年に生まれていて息子ということで、将来は野球選手なんて可能性もありますよね。ということで押切萌さんも野間口孝彦さんも別れて別々の人生を進んでいます。お互い結婚されていて幸せそうな家庭も持っていますし、問題ないでしょう。これからも幸せな人生を歩んでほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。